皆様、誠に申し訳ございません。はい、今日は謝罪からですか。はい、そうなんです。はい、というのはですね、ヘアオイルですね、皆さん次回分をお待ちになられている方結構いらっしゃるのかなと思っているんですが、はい、実は5月末で次入荷する分も今入ってる注文で売り切れました。ちょっと社長、はい、そうなんです。これあれじゃないですか、売り切れ商法ってやつじゃないですか。いや違います、本当に本当に違くて、まあちょっともろもろ兼ね合いで、まあでも今回は結構多めに、前回より多めにロットを入れたんですよ。ただおかげさまで売り切れてしまったっていうところで、まあ本当はあれなんですよ、その卸とかはもう結構やっていきたくて、結構いろんな会社さん今お話しさせていただいているんですが、ちょっとそこも多分ほとんどロットとして卸せなさそうで、私たちも非常に困っているんですが、ありがたいことに注文が。そうなんです。いやでもありがたいよね。いやありがたい、こんなにこのヘアオイルが気に入ってもらえるなんて思ってもいなかったね。いや思ってもいなかった。でも、まあ、実際自分で使っててもやっぱりいいし、うん、でなんかそのもともとさ1回目の時に購入してくれてるお客さんがもう予約もいっぱいで、今予約しかできない状態になってると思うんですよ、 EC サイトも、うん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 、でそのタイミングで2回目買いたい人とかが定期便とか一般普通の購入で結構予約注文入れてくれていて、ああ確かに確かに、そのせいでって言ったらあれですがまあそのおかげで売り切れになりました、今の注文の見込みで、うんうん、はい、定期便の予約がすごい多いんだよね。そう多いんですよ、これ。やっぱでもなんか定期便の方が、まあ、お買い得なのはもちろんそうですし、まあ、確実にこう毎月手に入るというか入ってくるんで、なんかやっぱこう習慣として使い続けてほしいなっていうところの思いもありますし、定期便はやっぱいいなと僕自身も思っております。うん、はい、お得すぎる、うん、だってずっと 10% オフで、しかも送料も無料でしょ。送料無料、あー最高だよね。最高、いや本当に、いや心苦しいんですけど、そうなんですよ。なのでちょっと次回入るのが8月末が次回分のロットで、あ今予約したら次8月の末には届くということですね。そうですね、うんうん、はい、予約はどこからできるんですか。予約注文に関してはカドレドット JP の自社の EC サイトから予約いただけるのと、あとは楽天のサイトで、楽天の中でカドレヘアオイルって調べていただくと出るので、そちらから購入いただけるようになっております。ひかるさん、みかるさんもさ、このヘアオイル使ってくれてるのかな。そうみたい。え、使ってるらしくて嬉しい。いやなんかね、使用感とね、香りやっぱね、いいっつってた。あ、そうなんだ、うん、なんかさ、香りを実際に試したいみたいな、うんうん、試せるとこないですかって聞かれてるんだけど、今ね、いろいろ話してるんだよね。そう、話をしていて、まあ、ちょっと8月以降のタイミングもしかしたらなってしまうかもしれないんですけど、まあ、家電量販店さん、まあ、ビッグカメラさんとか、あと、まあ、ちょっとポップアップをまたどっかのタイミングでやらせてもらおうかなと思ってるんで、まあ、そのタイミングで香りも実際に買って、使用感をお試しいただけるような形にしようと思ってます。はい。あと、リドフィーさん。あー、リドフィーさん。うん。リドフィーさん置いてますんで、そこからもお買い求めいただけるようになってます。実際の試したりもできるらしい。そう。試してもらえるんで、まあ、実際結構多分この視聴者の中で行ってね、東京のいらっしゃる方とかリドフィーさん行ったことある方もいるかと思うんですけど、まあ、そこでもドライヤーもヘアオイルもお試しいただけるようになってますので、ぜひそこで試してそのまま購入いただけたらと思います。はい、5月の予約入れてくれた方が、実際いつ届くんですかって最近たくさん問い合わせありますけど、はい、いつですか。一応5月25日から発送予定なんですけど、まあ、いかんせん今回すごいロットが多いんで、まあ、順次準備でき次第、まあ、大体5月25からなんで、まあ、1週間ぐらいかけて全国に発送していく形になってます。しかも今回ですね、こちらちょっと色飛んじゃってもしかしたら見づらいかもしれないんですけど、限定パッケージになっていて、かわいい。そう、ちょっと水色っぽい、緑っぽい感じの。緑です。ちょっと色が弱いですけど、あ、でもね、水色緑の間ぐらい。緑ですね。え、かわいいよね。かわいい。夏っぽいよね。夏っぽい感じで、はい。今回だけです。夏限定パッケージで届けさせていただくんで、ぜひ手に取ってインスタグラム、ツイッターに上げていただけたら嬉しいです。はい。というわけで今回は謝罪から始まりましたが、こんな形でお知らせをさせていただけたらっていう動画だったので、ここで終わりたいと思います。続きよろしくお願いします。ありがとうございました。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。切り抜き、無断転載大歓迎です。
また次回の動画でお会いしましょう。